あ、うん、そっか。会えないの寂しいな。私も愛してるよ、じゃあ。ヒューヒュー。こら、スモモ、茶化さないの。でも、ラブラブで羨ましいな。何言ってるの、ひまりのところだってラブラブじゃない。おい、昨日もぶっちゅうしてた、ぶっちゅう。証拠の写真も押さえてますよ。本当だ。なんでそんなものが。あなたたちなんで起きてたのよ。寝てたと思ってたのに。とりあえず貸しなさい、消すから。もう消されちまった。お姉ちゃん大丈夫です、クラウドにデータあげてるので。さすがゆず。え、今なんて。なんでもね。最近ゆずちゃんがすももちゃんの参謀みたいになってきたわね。ゆずはすももの右腕。嬉しいです、お姉ちゃん。ねえ、クラウドって何？教えてってば。そんなことよりひまりたちの方が羨ましいよ。え、どうして。だってうちの旦那単身赴任だから全然会えないんだもん。あー、そっか、そういえばそうだったよね。私は茜、32歳。旦那の翔也とは新婚なんだけど、結婚してすぐに翔也は転勤になり、私の仕事は今すぐに辞められる仕事じゃないから別々に離れて暮らしている。だから本当に寂しいんだよね。ちなみに今一緒にいるのは高校時代の友達のひまりとその娘さんたち。でもあれでしょ、毎週末こっちに帰ってきてくれてるんだよね。ああ、そうだったんだけどね、最近は翔也の仕事が忙しいみたいで1ヶ月に1回帰ってこれればいい方なの。そうなんだ、それは寂しいよね。なら茜が行けばいい。そうですね、お姉ちゃんナイスアイディアです。私が行く。あ、いいじゃない。それダメだよ、翔也、私が翔也の家に行こうとすると嫌がるし。それって優しい翔也さんのことだから、きっと茜に負担をかけたくないって思ってるからでしょ。そうかもだけど、でもやっぱり。ゆず、やれください。もうすでに撮ってますよ、お姉ちゃん。さすがスモモの右腕。撮ったって何が。って私の携帯で何してるの。はあ、4人分の新幹線のチケット勝手に撮ってる。え、勝手にじゃないです、ちゃんとパパに LINE で許可取りましたから。さすがゆず、根回しが早い。あなたね、なんで私たちまで行くことになってるのよ。茜は一人じゃきっと行かねえ、結構チキンだから。うだからスモモたちが一緒に行ってやる。もちろん私たちは他の場所に泊まりますよ、ホテルも取ってあるから大丈夫です。私たちは私たちで観光しましょう。ゆず、パーペキできる女。褒めるところじゃない。後で二人にお説教だから、いよりも。ああ、でももう今日のチケットだからキャンセルできない。こうなっちゃったら行こうか。茜、明日休みでしょ？でも、急に行ったら翔也に迷惑。いや、サプライズで茜が行ったら翔也さん大喜びだって。そんなにラブラブなんだもん。おい、間違いねえ。行きましょう、茜さん。うん。こうして私は急遽翔也の元に行くことに。翔也に LINE しようとしたのに、サプライズの方が面白いってひまりに止められちゃった。結局ひまりも面白がってるんだよな。カエルの子はカエルとはよく言ったものだよ。ああ、着いちゃった。じゃあ私たちは観光してくるから、翔也さんと仲良くね。ハメ外しすぎんなよ。それはあなたもね、スマも。じゃあ楽しんでください。うん。こうして私はひまりたちと別れ、一人翔也の家に。一応合鍵はもらってるけど、やっぱり迷惑なんじゃ。でももうここまで来ちゃったし、引き返すわけにはいかないか。翔也ごめん、勝手に来ちゃった。って翔也はいないのか。意外だな、かなり家が綺麗。付き合ってた頃一人暮らしの部屋はいつも散らかってたのに。あれ、机の上に何かある。
これ離婚届、翔也の名前が書いてある。それに何このメモ、ブスとは離婚予定。よく見たら女性物の服とか置いてある。これってそういうことだよね。どうしたの？もう帰るって。翔也さんと何かあったの？まだ翔也とは会ってないんだけど、これ。え？離婚届？何これ、どういうこと？女物の服いっぱい。化粧品も落ちてますね。まさか。うん、そのまさか、翔也浮気してたみたい。そんな。そりゃ私にこの家に来てほしくないわけだよね。翔也さんひどい。え、ゆず、お姉ちゃん調べ終わってます。こっちです。え、あなたたちどこへ行くの？待って、待ちなさい。ぶはー、翔也さん、今日は飲みに行きましょうよ。今日はダメだ。また奥さんすか？たまにはいいじゃないですか。まあ美人だし、そりゃ家に帰りたくなるか。アホ、あいつは妻じゃないっつの。違うんですか？ああ、浮気相手。浮気相手？しー、声がでかいっつの。浮気相手だったんすね。てっきり奥さんかと。お前にやろうか？はい。最近あいつちょっとめんどくさいんだよ。いつになったら奥さんと別れて結婚してくれるんだとか言いやがってよ。ただの遊びだから結婚する気なんてさらさらないっつの。あんまりにもしつこいから、今朝離婚届と置き手紙置いといて、本気で離婚しますよアピールしといたんだ。今日の夜も来るって言ってたし、あれ見たら少しは収まると思うんだがな。そろそろ切り時だと思ってるんだよ。翔也さん、そういうことやめた方がいいっすよ。いつか刺されますって。だからそうならないためにお前に浮気相手を引き取ってほしいんだよ。物じゃないんすから、絶対にやめた方がいいです。俺忠告しましたからね。じゃあ。おい待てよ。引き取ってもらえねえか。どうすっかな。燃えるゴミにでも出せればいいんだけど、そんなわけにもいかねえしな。数時間後。ただいまっと。おう、ミカ、離婚届見たろ。俺は本気なんだよな。ちゃんと妻と別れるつもりだって分かってくれたよな。離婚届？何言ってるの？そんなものなかったけど。え？あったろ、テーブルの上に。あったのはこれだけ。なんだそれ、ボイスレコーダー？ええ、このボイスレコーダーを聞いてあなたの気持ちがよーく分かったわ。なんだそりゃ、どういう意味だよ。あなた、私と結婚する気も奥さんと別れる気もさらさらないのよね。いや、だからあるって。だから離婚届を書いたんだから。ボイスレコーダーを再生してあげるわ。は？最近あいつちょっとめんどくさいんだよ。いつになったら奥さんと別れて結婚してくれるんだとか言いやがってよ。ただの遊びだから結婚する気なんてさらさらないっつの。引き取ってもらえねえか。どうすっかな。燃えるゴミにでも出せればいいんだけど、そんなわけにもいかねえしな。なんであの時の喫煙所での会話が。誰がこんなことを。否定しないってことはやっぱり言ったのね。違うんだミカ、違う、これは違くて。何も違くないでしょ。よくも私を裏切ってくれたわね。結婚する、ミカと結婚しようと思ってるから。人のこと燃えるゴミっていうような人と結婚するわけないでしょ。悪かったって。やめろ、落ち着けってな。落ち着いて話し合おうぜ。レスリングやってたお前にやられたら俺死んじゃうって。うりゃあ。じゃあね。くっそー、痛い、ダメだ。
どっかおかしくなった。動けない。このままじゃまずい。茜、茜を呼ばないと。って、あれ茜に繋がらない。なんでだよ。携帯を変えたのか、あいつ。ちげえます。え、茜さんは携帯を解約したんですよ。携帯を解約というか、なんだお前ら。アントニオ・ヒマリの弟子。同じくです。アントニオ・ヒマリ。元気があれば何でもできる。1、2、3、だー。私がアントニオ・ヒマリだ。あんたはアカネの友達のヒマリさん。違う、私は希代のプロレスラー、アントニオ・ヒマリ。貴様を成敗しに来た。行くぞー、ヒマリバースター。ギャー。ふっ、またつまらぬ人間をバスターしてしまった。ママかっけー。さすがお母さんです。ふっふっふっふん。ブワー。で、私今何をしてたの。もしかしてあなたたち私にウイスキー飲ませた。いかにも。私が何をしてたか教えて。ママ、世の中には知らない方がいいこともある。そうですよママ、全部知ったらいいってわけじゃないです。いや、教えなさいよ。え、茜の旦那が泡吹いて倒れてる。やっぱり知らなくていいや。あの後、実はスモモちゃんとユズちゃんは翔也の会社に忍び込み、ボイスレコーダーで翔也が話してるところを録音してくれたんだよね。それを離婚届と置き換えて私は家を出た。離婚届はすぐに役所に持って行って提出し、翔也から連絡が来ないよう携帯も解約した。そして翔也はというと、浮気相手とひまりにやられたことでしばらく動けなくなり、誰にも助けに来てもらえず、最終的に栄養失調で救急車で運ばれたとか。会社をしばらく休むことになり、その間に噂が広まって窓際部署に飛ばされ、会社の人からは避けられているらしい。そしてもちろん翔也と翔也の浮気相手から私は慰謝料を受け取った。ひまり、すももちゃん、ゆずちゃん、いろいろ協力ありがとう。おかげで翔也に思いっきり仕返しもできて、気持ちを切り替えて前に進めそうだよ。そっか、でもまだ心の傷は癒え切ってないと思うから無理はしないでね。私でよければいつでも話を聞くし、すぐ呼んで。うん、ありがとうひまり。これやるから元気出せください。これ何。え、何それ。へそのじゃないですかね。おい、正解。誰のへその緒よ。畠山先生の。畠山先生って私たちの高校の時の担任の。おい、なんで畠山先生のへその緒がここに。あなたまさか畠山先生にいたずらしたとかじゃ。ノン、家にあったまし。家にあった。そんなわけないでしょ。あ、本当に家にあったみたいですよ。え、お父さんに確認したら、それはお母さんが高校時代に畠山先生からもらったやつって言ってます。私がそんなことするわけないでしょ。高校時代のひまりならありえる。ありえない、さすがにありえないから。あ、お父さんからどうやってお母さんが畠山先生のへその緒を手に入れたか送られてきました。読み上げますね。読み上げないで。思い出してきた。なんとなく思い出してきたから。ゆず、頼んだまし。ワクワク。私も聞きたい。ですね。ああ、この土日寝て過ごしちゃったな。もったいないことをした。お、インターホン。ああ、そうだ。本を注文してたんだよな。それを読んで過ごすか。おーい。トリックはトリート。お菓子くれないといたずらするぞ。ああ。ちょっとちょっと閉めないでよ、畠山先生。かわいいかわいい教え子たちが独り身で寂しい畠山先生をハロウィンのイベントに巻き込んであげてるんだから。誰も頼んでない。ただの巻き込み事故だ。ごめんなさい、
私は止めたんですけど。畠山先生、俺はお菓子食べれるって聞いたから来たんだ。イヌッチもでしょ。イヌッチって言うな。そして別に俺はお菓子なんて欲しくねえ。ひまりに無理やり連れてこられたんだ。ああ、もう休みの日だって言うのに。わかった、菓子をやるから帰れ。ほら、これでいいだろ。ありがとうございます。待て、お、ひまりは？あれれ、いないね。あいつ、人を無理やり連れてきたくせに帰ったのか。畠山先生、私これにする。なんでひまりの声が俺の部屋の中からするんだ。勝手に入ったってことじゃないですかね。ひまり、出てこい。どうしたの。どうしたのじゃない。人の部屋に勝手に上がるとか、どんだけお前は非常識なんだ。うんうん、担任の顔が見てみたいよね。ああ、本当に担任の顔が見てみたい。鏡どうぞ。ああ、俺だった。しっかり、畠山先生。しっかりじゃない。それよりひまり、俺の部屋で余計なことしてないだろうな。ああ、て、なんだその手に持ってるの。へその緒。え？だから畠山先生のへその緒。お菓子じゃなくて私これにする。はあ、いいでしょ。よくない。なんでそんなものが欲しいんだ。学校に持ってったら面白そうじゃん。な、何も面白くないっての。やめろ、返せ返せ。やだよ。待て、帰ろっか。うん、お菓子もらったし俺はいいよ。本当にくだらねえ。うー、また私の黒歴史が。そういえばそんなことあったね。その次の日、学校でずっと自慢してたもんね。ハロウィンの戦利品だって。あれをまだ持ってたんだ。やった、アカネが元気になったます。さすがお姉ちゃんです。うん、とっても元気になったよ。本当に面白い。さすがじゃないよ、私は元気なくなったよ。ああ、なら違う話の方がいいか。あ、お父さんが気を利かせてもう一個お母さんの高校時代の話を送ってきてくれました。全然気が利いてないから、やめて、これ以上はやめて。今回のこと本当に辛かったけど、こんな愉快な人たちが周りにいるおかげで私はすぐに立ち直れそうだ。これからも辛いことがあるだろう。でもその度にこの人たちに笑わせてもらおうっと。ありがとうね、ひまり、すももちゃん、ゆずちゃん。